はい、皆さんこんにちは、ワンダリングレビッシュです。では今回は提督の決断法バープギットの続きをプレイしていきたいと思います。で前回ですね、セレベス会、あとはサンゴ会と順調に占領してきた大日本帝国海軍なんですけども、今回はですね、いよいよというわけではないんですが、まずですねサンゴ会から南太平洋を経由してハワイ沖へ進行していきたいと思っています。で今ですね、サンゴ海には第3艦隊が停泊中なので、第3艦隊はこのまま一旦停泊します。で一方ですね、その他の艦隊でいうとちょっと一旦戻りますが、第3艦隊、第4艦隊がいて、第4艦隊はご覧の艦隊になってるんですね。なのでこの第4艦隊をまずは一旦このサンゴ海へ集結させます。で第10艦隊、これ随伴艦のイメージが大きいですが、これも一旦サンゴ海へ集結させます。で集結させた後、先ほど見ていただいた第3艦隊と合わせて第3、第4、第10艦隊を持ってこちら南太平洋へと進出していくというのを考えています。まず一つ目の作戦がこちらです。でもう一つがですね、今小笠原沖に停泊中の主力艦隊、第1艦隊、第2艦隊、そして第5艦隊ですね。で第16艦隊は潜水艦隊なので、これも合わせて移動はさせますが、これを小笠原沖から中部太平洋へ進出させます。一気に2方面から攻撃を仕掛けるというイメージですね。で一旦ですね、第3、第4、第10艦隊に関してはソロモン沖で集結後に進出させますので、小笠原からこの中部太平洋へと進む第1、第2、第5艦隊が先に戦闘が開始するんじゃないかなというふうに思っています。でその他重要拠点ですね、ちょっとグニュグニャっとなっちゃいましたけど、まずインド洋ですね、ここは絶対に死守したいところになっていて、インド洋には4個艦隊を集結させています。でもうですね、インド洋方面に関してはインド洋だけ守れば十分かなというところなので、インド洋をしっかり守ると。でその他の艦隊に関してはですね、全て一旦日本沖へと撤退させます。なので傷ついたセレベス海を攻めて傷ついたこの第7、第9、第11艦隊は一旦ですね、こちら日本近海へ戻してドック入りさせて、艦隊自体も一度再編成をしたいなというふうに思っています。少しねやっぱり打撃力が、低いかなというのがあるので、空母艦隊にするのか、もしくは機動部隊にするのか、機動部隊っていうか機動力の高い部隊にするのか、旋回部隊にするのか、ちょっとね考えておきたいなというふうに思います。でその他の海域なんですが、一応ですね、沖縄沖とかには艦艇が入ってはいるんですけども、この第8艦隊も一度ですね、もう日本近海に戻しましょう。すべて日本近海に戻します、一旦。で他パラオ沖とかマリアナ沖には艦隊はいなかったはずなので、いないですよね、いないので、ここでね少しいい艦隊の再編成をしたいと思うんですが、これにアメリカ軍が待ってくれるかっていうのが一番の問題なんですよね。アメリカ軍が待ってくれなかったらそれまでですからね。では、戦術フェーズとしてはですね、諜報活動含めいろいろやっておきましょう。まず諜報活動ですね、お金はないはないんですが、ハワイ沖、それと中部太平洋は派遣しておきましょう。で兵器開発の前に技術開発で、もう空母を重視していきたいなというところなので、空母以外は薄めではあるんですが、一応やっておきましょう。いやもうちょっと厚めにやっとく、今回お金あるから。ただお金があるからといって調子乗ってやってると船がね作れないんですよね。で兵器開発のところは、航空機の開発はどうだ、錦水戦とかな、いらないよな。艦上戦闘機じゃないとちょっと作る気がしないんで、一旦これで置いておきましょう。
で、新兵器開発のところは、小型ディーゼルは開発しておきますか。お金を使っちゃいますけどね。あと、艦型。これは、雲竜と比較か。まあ、作らなくていいかな。まあ、どちらかっていうと、今ある、ところから作っていく方がいいかなという感じですね。では、その空母を作っていきましょう。戦艦はもう沈められないのが前提で、総理を、できれば2隻作りたいけど作れるかな ?2 隻作れますね。いや、むしろ3隻作れんじゃないか、これだと。そしたら、まあ、せっかく飛竜なんで、ここは、じゃあ、神格。さらに、同型艦で、神王でも作っときますか。これでいいでしょう。これで2隻。艦艇が作られるという状態になりましたね。あと注意しなきゃいけないのが輸送船なんですよね。輸送船をこの際5隻パンと作っちゃいましょう。で、各海域なんですけども、まずインド洋は輸送船が5隻か。本当はもうちょっと増やしたいけどね。6隻までしか増やせないですね。なので次のターンで輸送船が出来上がったら輸送船を再配備していきましょう。それによって少しずつ獲得した資源を回していくっていうところですかね。そしたらちょっとだいぶ頑張ったので、すいません、一旦セーブを入れさせてください。ここでね、またやり直すのは少し面倒なのでセーブを入れます。で、技術開発と、空母2隻ですね。まあ、2隻建造しましたんで、これが生きてくればいいんですけどね。さあ、ではこれでターンを進めると、まず小笠原沖から中部太平洋に艦隊が出撃していきます。ただこれちょっとよく考えたら急ぐ必要はないですよね。なんでちょっと移動を一旦やめましょう。一旦移動をやめます。なぜかというと、ここにしっかり1回スパイを入れてから出陣させても別にいいかなっていう感じがしてきたんで、やめましょう。急ぐ必要はないですよね。逆に攻めてきてくれる分にはウェルカムなんで。で、さっき情報活動スパイ入れたよね。まあ、お金がもうないんでスパイ送れないけど、あ、453あるからスパイ送れる。送ってるね。じゃあ、ミッドウェイにも送っておきましょう。よし、これでいいかな。じゃあ、これでターン送っていきます。敵連合軍艦隊、小笠原沖に進行。なるほど。ってことは、これ、入れ違いになってたわけですね。もし、こちらが小笠原沖から中部太平洋進出していた場合は。まあ、ここは、主力艦隊の第1、第2、第5艦隊を出撃させましょう。そうか、ここは航空機飛行場は1箇所だけか。で、ここには護衛が36、爆撃が10、雷撃が54。まあそこそこの艦艇は揃ってる感じかな。じゃあこれで敵の艦隊を撃滅しましょう。で、その上で最重要なのが最初の艦隊運動なんですよね。なので一旦少し時間を止めさせていただきます。まあ、敵が入ってくるのは画面の右側、まあ、東側から入ってくるのは明白なので、そこに艦隊を向かわせるのは危険極まりないんで、一旦艦隊を回答させましょう。で、ヤマト率いるこの駆逐艦、これも帝国海軍の末期に近い感じになってますけど、これも一旦退避させましょう。で、まずは何といっても偵察機をガシガシ飛ばしていかなきゃいけないので、偵察機を飛ばしていきます。敵発見。あ、敵の偵察機が先に飛んでるな。こっち方面から来てるね。これ敵の
爆撃機が先に来るな。非常に残念だけど敵に先に発見された形ですね。味方がね先に発見したかったけどな、ここはね。さあ敵艦発見した？いや、目的は空母だ。敵の空母。空母が出てくるのを待ちましょう。小型艦を沈める価値はないんで、敵の空母を沈めましょう。あくまでも敵の空母だ。攻撃対象は敵の空母。敵の空母がどっから来る？空母を撃滅したい。空母を沈めましょう。空母まずは戦艦がいる。まず戦艦を沈めちゃいましょう。確実に敵の空母を沈める。敵の戦艦、あと空母ですね。この辺りを確実に沈めにかかりましょう。空母がいるね。敵の空母を沈めてしまえば、あとはこっちの雷撃隊で逃げができるんで、まずはそこかな。まあ、駆逐艦とかどうでもいいですからね。さあ味方の空母から発進した部隊が敵の空母を捉えるか。ここですね。ここなんか興奮するな。大丈夫か。なんとか敵の空母を沈めてくれればいいんだけど。敵の空母の甲板だけでもね大破させてほしかったな。なかなかそうはいかないか。逆に敵の空母を沈めたいけど、敵の空母もなかなか粘り強いね、やっぱり。そう簡単には沈んでくれないな。ここはね、もう忙しくなってきますね、やっぱり。ヤマトを特攻させよう。ここでヤマトが沈むっていうのは避けたいですけどね。金がかかってるんでヤマトには。空母沈めたいんだけどな。
いやー、かなり敵の大部隊が来てる感じですね、ここは。まあ、味方もなんとか奮戦はしてるけど、被害が尋常じゃないですね、これは。まあ、敵の空母をやっぱり沈めたいけどな。空母が大破か、痛いな、この空母大破は。ヤマトが沈んだか。ヤマトが沈められましたね。まあヤマトは特攻させたので、まあ仕方ないといえば仕方ないかな。そしたらこの駆逐艦隊で追撃しましょう。いやー、こちらもかなりの被害が出ましたね。それにしても、そしたらここで完全に動きを止めている彼らを撃沈しにかかりましょう。ちょっとね、夜になって動きがあまりないところにはなってきますんで、時間の進みを長がっと早くしちゃいますね。よし、一応枢軸軍の勝利ということで、ちょっとそれぞれの被害確認しますか。かなりダメージを受けたので、一旦小笠原から日本海近海に戻す必要がありそうですが、まず味方なんですが、戦艦ヤマト撃沈。
あとはケイジュンですね。ヒューガも撃沈されてますね。第2艦隊からはヒューガ撃沈。で、敵は戦艦コロラド撃沈、戦艦ペンシルバニア撃沈、あとは、駆逐艦の類かな。で、戦艦ニューヨーク撃沈。正規空母レンジャーは取り逃してますね。レンジャーは沈めたかったな。あと、従順とかも逃してますね。ちょっと戦果としてはどうでしょう。敵味方ともに被害がそれぞれ出たので、痛み分けという感じになりそうです。なので、戦艦2隻失って、敵も戦艦3隻失ってますね。こちらは空母を失わなかっただけまだマシかな。軽巡とかだいぶ失ってますからね、敵味方ともに。いや、ヤマトが沈んだのは痛いな。あと、軽巡、駆逐艦、この辺りも少し、艦艇数増やさないと厳しいかなという感じですね。艦載対空レーダーが新たに、作れるようになりましたというのが出てきています。無線波を敵航空機に反射させて位置を探知する早期警戒用兵器。本兵器が開発されると自動的に艦船に搭載され、海戦では視界外の敵航空隊を発見可能ということになってますね。これは早急に入れておきたいところにはなりますが、まずは小笠原での戦艦大和特攻。完全にヤマトが沈められるという形になってしまいましたので、戦艦を作りましょうというところから次回続きをプレイしていきたいと思います。というわけで今回はここまでにしたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ、嬉しいなというふうに思います。